7時を回りました。皆さんこんばんは。こんばんは。ちょっと静かに喋ってる理由は後ほどご説明させていただこうかなと思いますが、うん、はい、本日 MC 務めさせていただきますスタジアム DJ の久世亮介です。よろしくお願いします。お願いします。いよいよ2022シーズンが始まりまして、こちらの FC ギフタイムも今日が開幕ということで、本日はこのお二方と一緒にやっていこうと思います。まずは、はい、FC ギフクラブアンバサダーで、アンバサダー就任4年目を迎えました、南波です。よろしくお願いします。お願いします。そして、はい、トリプル G の琴美です。今期も昨年に引き続きリーダーをさせていただいてます。今日も頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。リーダーだったの？リーダーです。去年からです。リーダーの権限ってあるのかな？権限は別に、何でしょう、そんなにリーダーだから決定、何でしょう、決定ボーンっていうことはあんまりなくて、曲決めさせてもらえる？あ、まあ、ないです。その曲ゲームは基本そのマネージャーさんとかがやってもらって。お弁当最初に選べるとか。そんな先輩だらしないです。怖いことはしないです。トイレの裏呼ぶとか。怖いです。そんなことしないですよ。ちょっとやだ怖い。ちょっとやめてください。やだ怖いこと見ちゃう。そういうのないもん、ね。ないです、うん。リーダー2年目ということでね、はい。お願いします。はい。今日はこの3人でお届けしていきますが、はい、まずはですね、開幕してこう2試合、はい、アウェーとホームで行われました。うん、これはもうやっぱ今楽しいですね。今一番楽しいでしょ。楽しいですね。あのね。思い起こせば、はい、昨年のこの時期も楽しい時期だったんですよ。6試合目ぐらいまでは、はい、はい、すごい楽しかったんですよ、ね、そうですよね。特に今シーズンまた陣容が大きく変わって、そう監督も変わって、はい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 、ね、ワクワクマックスで、うん、いいじゃないですか。勝ち点4取ってますよ。そうですよ、ね、まあ、このまま行ってくれれば、ね、このままプラスアルファのペースでいければ、まあ、優勝、そうですね、復帰昇格も見えてくるというところですね。はい、そうです。なので、せっかく2試合行われてますので、うん、南波さんにはこの後、はい、開幕戦となったアウェー YFCC 横浜戦と、はい、そしてホーム開幕戦の先日行われました愛媛戦についても、はい、詳しく語っていただこうかなと思っています、はいはい。で、僕ら今日ちょっとなんか声を落としめに話しているのはもう皆さんお気づきだと思うんですが、いろいろ理由がありまして、うん、琴美ちゃん、今日いつもと違う場所なんですね、はいはい。ここどこなんでしょう？はい、本日は FC ギフのオフィシャルパートナーであるボートレースチケットショップ養老様の VIP ルームをお借りしております。 VIP ルーム、ベッドね、VIP ルームベッド、これがね、はい、もうちょっとソファーもちょっと違うもんね。そうですね、ふかふかの、ふかふか、かっこいいですね。持って帰りたいそれちょっと持って帰りたいですよね、ぐらい、はい、もうここ泊まりたいね、泊まって泊まりたい泊まっていこうかで、はい、こちらのボートレースチケットショップ養老は、うん、FC イフのホームゲームでのイベントや、うん、コラボグッズのプレゼントを実施するなど、うん、全力で FC ギフを応援してくれています。ありがとうございます。全力で、うわ、全緑で応援していただいているということで、うん、そうね。で、マスコットの、いや、そうなんです、はいはいはい、全員緑なんです、はいはいはい、で、マスコットのヨウタンっていう可愛いキャラクターもいて、あの表にいたね、いるんですけど、いました、ギッフィーの友達で、実は、はい、なんかの妖精なの、ヨウタン、何の妖精ですかね、タヌキ、タヌキの妖精、タヌキの妖精で、そうそう、可愛いですよ、可愛いですよ、なんでタヌキなんでしょうね、それはまた後で聞きましょう、それは後で聞こう。で、あ、何回もスタジアムに来てもらっていて、でトリプル G ともパフォーマンスしたことがあるんですよ、一緒にね、一緒にハイパーちゃんと FC ギフの応援曲、共演済みなんですよ、共演済みです。そう、すごいキレキレでした、たぬきさんなのに。やっぱそこはもうリーダーの権限で、そうね、うん、そうですね、ちょっとリーダーの権限で呼ばせてもらいました。なヨータン、ヨータンちょっと踊ってもらっていいって聞いたら、そんなことしないですよ、イメージがちょっとよろしくないですね。まあ、でもとにかくそういった形で FC ギフにとってはありがたいパートナーであると、はい、そうですね、そういうことですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい。そんなボートレスチケットショップ養老の VIP、うん、VIP ルームをお借りして本日の配信をしていきたいと思います、はい。で、せっかく、うん、今日ね、いつものスタジオとか事務所じゃなくって、うん、ボートレスチケットショップ養老にお邪魔しているんですから、はいはい、僕たちもボートレースについて知っていったり、はい、魅力を感じたり、そうですね、はい、で、なんならね、うん、そのプラスアルファのところまで通うってこと？おー、いいですね、いいですね、まあ、そういった形でね、うん、楽しみながら配信していきたいと思いますが、はいはいはい、ただ、うん、船券買ったことあるって人いますよ、この僕ね、
昔ね、おじいちゃんがすごい好きで、うんうん、幼稚園の時にね、あの小島ボートによくついていて、あのそれでね、あの林光がすごい好きで、協定場自体には行ったことない。そう、協定場、まあ買いはしないですけどね、幼稚園生なんで。これチケットショップは、あ、ないないない。じゃあいいですね。ないですないです。で、僕も今日まで買ったこともなかったんで、うん、そうですか。ぜひですね、詳しくない我々にレクチャーしていただこう、うん、それはもうぜひ、はい。ボートレースチケットショップ養老のスタッフ、斉藤さんにお越しいただいております。斉藤さん、お願いします。はい、お願いします。はい、ボートレースチケットショップ養老の斉藤と申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。全然青じゃん。全然緑じゃん。いやいや、僕には緑にしか見えない。むしろ僕、緑のことも青って言ってますから。眼鏡挑戦してきてください。レンズ、はい、はい。で、このボートレースチケットショップ養老なんですが、どういった場所だったり。あ、うん、はい、ボートレースチケットショップ養老はですね、年間360日営業しております場外船券発売所、です、はい。あんまりちょっと場外船券発売所って聞きなじみない言葉だと思うんですけど、まあ、簡単に言うと、あの館内の券売機の方で、投票券、まあ、いわゆる船券の方を購入していただいて、テレビモニターの方に映っているそのボートレースのライブ映像を見ながら、うん、まあ、ボートレースを楽しんでいただくといった施設になっております。うん、実は僕らの VIP ルームにももうすでに大きなモニターがありまして、そこに例えばレースの映像が流れたり、うん、オッズが表示されたりと。そうですね、いうことで非常に快適な空間。そうですね。で、しかもですよ、中村さん、はい、ここでオッズ見て予想を立てて、うん、もう廊下出てすぐのところで買えるんですよね。そうですね、すぐ券売機の方で買うことができます。はい、こういった場所をお借りして今日は配信していきますので、僕らも楽しんでいきましょうね。そうですね、はい。ビップルームで初めて入ったかもしれない。もう第9レースが気になってしょうがない。そうですね、ごめんなさい。そうそう、はい、ちょっと事情があります。ちなみにここは開設してからどれぐらいになるんですか。あさって、24日で、5周年を迎えます。おめでとうございます。ありがとうございます。5歳、はい、5歳です。クヨンシンちゃんって同い年です、ね、まだもしかしたらね、知らないっていう方もいるかもしれませんが、258号線をずっと ね、南下していただくと、はいはい、養老町もね、開けた場所にありますんで、すぐ見つかると思います。では斉藤さんも、引き続きお手伝いいただきまして、はい、最初のコーナーに行きたいと思います。はい、題して満州券を当てろボートレース予想。いよよよ、はい、私久世良介と南馬さん、はい、でですね、この後行われます、うん、ナイターレースの結果を予想して、実際の船券の購入までしていきたいと思っています。で、2人対決でもあるんですけども、うんうん、もし的中した場合ですね、それはもう持って帰るでしょ。いや、ないですよ。そんなことさせません。子供が指くわえて待ってる。子供配信ってくるから見てないよね、見てないよね。見てないので、勝った場合はですね、はいはい、ボートレースチケットショップ養老様のグッズを購入して、本日の視聴者プレゼントにしたいと思います。うわー、いいっすね。そうなんですよ。ありがとうございます。考えますよね。考えるね。で、ちなみにこの時間にレースやってんのってまず疑問があるんですけど、結構やってるんですね。はい、ナイターレースはこの時間にやっております。で、本日我々が予想するレースは2つありまして、はい、1つはガマゴーリですね、うん、ガマゴーリ第10レース、ガマゴーリ校舎集結、ガマゴーリ商工会議所回答杯、争奪三河湾グランプリ、これが1つ、はい、で、もう1つが丸亀の第10レース、DTS 丸亀開設35周年記念というレース、うん、この2つのレースを3連複で狙っていきます。うん、それぞれのレース各500円、1点狙いで我々はこの後予想していきたいと思います。はいはい、ただいかんせん、南波さんも幼稚園の時、僕は今日初めて幼稚園で、はい、さっぱりわからない。わからないです。どう予想していいのか。もう誰が強いのか。はい、ちょっとあの関係者なんで直接この選手がとは言えないんですけど、そうなんですね、関係者は、はい、あのまあ、初心者の方でも、はい、あの狙いやすいポイントの方2つありますので、これは聞こうちょっと参考にしていただいて、あのこの後の船券購入に、つなげていただければと思います。はい、1つ目がですね、あの1コース、1号艇って言われる選手がやっぱり有利っていうのがボートレースの基本になってくるんですね。それは何なんでしょうね。あのちょっと簡単にルールの説明になっちゃうんですけど、はい、あのボートレースっていうのが、1周 600m のコースを、はい、左回りに、3周で回るんですけど、はいはい、あ、これ固定なんですね、左回り。そうですね。で、コースの一番最内を走るのが1号艇になってくるんですね、うん、インコース。そうですね。
で逆に一番大外が6コースになるんですけど、一番内のその、1号艇、はい、1コースの選手はやっぱり一番内側にいるので小回りができる、あとあの他の選手の、影響を受けにくい、一番内側にいるので影響を受けにくいんですね、はい、波とかってことですか。あ、そうですね。で逆に6コースになってくると、うん、まあ、一番外側なんでどうしても大回りになってしまうともありますし、内側に他の5点の選手がいるので、はい、まあ、波を乗り越えたりだとか、うん、あの他の選手をうまく、まあ、こう避けたりしながら取っていかなきゃいけない、はい、いけないので、うん、まあ、どうしてもやっぱり一番最内の1コースがあの強いっていうのがあの特徴になってきますね、うん、あの陸上競技みたいにトラックがあるわけじゃないですね。ラインが書いてあって、あ、ラインもないですね。その辺はもう選手 の、うん、あの船の動きによって、じゃあ上手い人とか調子がいい人がインをついちゃって取っちゃってもいいわけなんですか。そうですね、はい、でも相当の労力が必要ということですね。そうですね、はい、じゃあ一つはじゃあインコースが有利な傾向があるということですね、はい、あ、そうですね、うん、でもう一つが、選手、強さによってランク分けされてます、うん、出走表の方って出てます、はい、ありますね、はい、ここにありますけども、強さでいくと一番 FC 岐阜で強いのはヘニキっていう、そうですね、ブラジル人の選手なんですけど、フレイレも強そうですね。これ今画面に映ってます。そうですね、上から A1 級、A2 級、その下になってくると B1 級、B2 級の順番で、あの、まあ、選手の強さが分かれてる。 J1、J2 みたいなんですね。あ、そうですね、まあ、あのやっぱり一番上のクラスが A1 級になってくるの で、はい、でここですと今見えてる中だと3番、あ、そうですね、10レースで言いますと3番の3号艇の選手が A1 級になってくるんですね、A1 級、はい、ただやっぱりあの1号艇、先ほど言ったようにインコースがやっぱ強いっていうところで、あの1号艇は A2 の選手なんですね、はいはい、うん、やっぱちょっとオッズ見れば分かるかもしれないんですけど、うん、人気なのはこの1と3かなっていうところなんですけど、ちょっとなんか同じ船券買いそうな雰囲気ですね、ここまで。そうですね、ちょっとあれですね、うん、はい、勝負にならない可能性が、はい、まあ、予想するときはこの出走表 の、うん、あのランクの方も参考にしていただいたらいいのかなと、うん、はいはい、斉藤さん質問、はい、あのインコースが、はい、まあ、やや有利っていうお話だったんですけど、うん、はい、じゃあみんなインコース入りたいわけじゃないですか。そうですね、あ、やっぱり取らせないようにその辺は、ピットからその船が出るんですけど、はい、その後コース取りっていうのがあるんですけど、うん、やっぱりインコースはこう取らせないように、あの一号艇の選手は自分のコースを守ったりするんですね、はい、その枠が決まるのはいつなんですか。例えば今出走表があるということも、このレースより前には決まってるわけですよね。そうですね、レース走る前に展示っていうその思想みたいなのがあったりするんですけど、はい、うん、そこで ある程度この選手インコース取りに行くかとか、そういうのが、そうですね、事前に動きが分かったりしますね。なるほど、はい、なんかいろんな要素ありますが、はい、これ通っていくうちに、例えば今この選手調子いいなとか、はい、モーター調子良さそうだなとか、はい、プロペラいいなとか、うん、見えてくるんですかね。そうですね、ボートレース好きな方はやっぱり船の動きだとかっていうのを、その先ほど言った展示構想の映像を見ながら、この出てるなって。いやでもその辺はね、はい、南波さんもね、よくね、うん、今日ヘネキやりますよ、ね、そうだからウォーミングアップで選手を見る感じですよね、うん、そうですね、あ、なるほど、調子良さそうだなっていうのが、あ、はい、あと競輪とかだと、例えばあの岐阜と愛知の人が一緒のレースって言ったら、そこでライン組んだりするじゃないですか、はい、船もあるんですか、競艇。船はそうですね、まあ、同じ県の選手が走ったりするんですけど、はい、まあ、競輪ほど、競輪はやっぱりあの同じ県とかでチーム戦みたいな感じで走ったりするんですけど、うんうん、ボートはまだそれよりは個人戦みたいな感じに近いかなとは思います。そしてなんかこのまさに昨日ですけども、全国ニュースにもなったこのボートレースの、ね、はい、一つ大きな出来事ありましたね。あ、そうですね、あの女性レーサーの遠藤恵美選手が、あの、まあ、グレードの一番高い SG レースであの優勝したということで。これ男女混合でってことですか。もちろんそうですね。すごくないですか。史上初なんですよね。初ですね、はい、70年ある歴史の中で、まあ、今回が初めてということで、すごいですね、昨日の今日ですよ、そうですね、はい、歴史的快挙、本当ですね、はい、あとは県議賞に在学中の子がね、ボートレーサー、そうですね、はい、あの岐阜県で出身 の、うん、あの 女性のボートレーサーがデビューしたので、うん、そちらもこれから楽しみです。うそやん、なんかさ、今これ見てますよ。ちょっと待ってもう終わったんだけど。あ、本当ですか。
ちょっと今事情ありまして、生だけじゃないですが。ちょっと待って。なるほど。はい、ということで、まあ、初めての方でも、いろんなポイント、なんか持ってるな。いろんなポイントを押さえていくと、競艇、ボートレースに興味が湧くかと思いますので、ぜひ皆さんも今日の配信を見て、楽しそうだなと思ったら来ていただきたいと思います。はい、森永さん、ありがとうございます。スーパーチャットいただきましたね。ありがとうございます。ねえ、これで来期の胸、スポの枠狙っているので、その費用として、久世さんの船券予想に乗りますということでね、トミーフーズさん、ありがとうございます。ありがとうございます。トミーフーズさんが300円追加してくれたんで、おね、船券追加。来期の胸スポンサーを狙ってるので、はい、トミーフーズさん、はい、ありがとうございます。もうこれ、本当満州当てなあかんくなりましたね。そうですね。そういうことですね。さあ、ということで、じゃあ我々もちょっと予想をしましょうか。予想を始めていきたいんですが、でそれまでちょっと琴美ちゃん、大事なお知らせしておくともらってもいい？はい、では、はい、では最初のレースが始まるまでの間、FC岐阜からのお知らせです。4月3日、ガイナーレ鳥取戦情報。この日は明治安田生命サンクスマッチ FC 岐阜ハロウィンを開催。春のハロウィンとして様々な仮装イベントを実施します。もちろんトリプル G も仮装します。皆さんに楽しんでもらえるような仮装を今から準備していますので、楽しみにしていてくださいね。屋台村にはカツグルメが大集合します。そして4月17日日曜日、松本山雅 FC 戦情報。この日は名鉄競争サンクスマッチ多治見市、水波市、白川村ホームタウンデー。面接教書 PR 大使のモンチッチが来場します。その他 FC 岐阜イースターイベントを開催。卵になった選手を見つけて SNS に写真をアップするとオリジナルステッカーがもらえます。また屋台村では春のパン祭りを開催。大正グルメを食べてオリジナルランチョンマットをゲットしよう。あ、終わりました。終わりましたもうちょっと終わった感出してほしかったんですよ。ゲットしよう。ゲットしよう。ゲットしようだね。はい。ハロウィンっていうのはちょっと新しい企画ですね。そうですね。うん、春に勝つで、うん、春でウィン、うん、英語のウィンでかけてハロウィン。すごいじゃん。っていうことですね。春のハロウィン。本当に。いやでも楽しいですね。だって仮装するんだもんね。そうなんですよ。うん、1年に2回仮装する機会があるので。本当はもっとしてるんでしょ。実はプライベートでとかしてないです。してないです。ノリも良くなったじゃん。あ、本当ですか。もうそれもリーダーです。あ、リーダー、さすが。リーダー、さすが。腕上げてますね。しかも、この鳥取戦はナイトゲームになりますね。6時キックオフなので、ちょっと寒いかもしれないので、まあ、仮装もね、もう暖かいやつね。そうですね。うん、いいかもしれませんね。はい。そして17日にもモンチッチっていうのは聞いたこと、お猿でしたっけ。そうですね、お猿の、ね、なんつったらいいんでしょう、そのかわいいお猿さんのキャラクターで、うん、結構グッズとかも出てて、人気な、昔から結構有名な、多分なんか聞いたことあるな、ね、うん、あ、出ましたね、うん、あ、これ、あ、見たことある。すごいユニフォーム着てますね。かわいいね。めっちゃ猿だね。うん、なんか結構多分おしゃぶりとか吸ってる赤ちゃんのモンチッチとかも確かいました、ね、そう、はい。すごい、ユニフォーム着てくれるんだもん、チッチが。嬉しいですね、うん、ということで楽しみたくさんありますので、ぜひ皆さんもホームページをチェックして、ご来場ください。やっぱりこの、まあ、コロナ禍ということもあって、なかなか足遠のいてるファン、サポーターの方もいると思うんですけど、はい、この間宇賀神さんがいいこと言ってたじゃないですか。言ってました。なんかあの岐阜城が見えるスタジアムって最高じゃないですか。僕まだ行けてないですよ、スタジアム。はい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 、けどそれ聞いたら上に行きたいってなって。何、まだ来てないの。そうなんですよ。いろいろ事情がありまして。事情があって、超大人の事情がありまして。何何、ちょっとそれ何それ。でも、はい、あのちょっと足離れちゃった人も、うん、あの光景を思い出してくれる、うん、ね、いけるんじゃないかなと思います、ね。うん、さあ、一つ目のレースですね。さあ始まりそうですね。山通り第10レースが、はい、いよいよスタートするようです、うん。じゃあそれをレースの様子見ながらお話ししていきましょうか。はいはいはい、今日は2つのレースを僕と南波さんで予想しました。うん、はい、1つが今始まるところですね。うん、ガマゴーリ第10レース、ガマゴーリ校舎集結、ガマゴーリ商工会議所回答杯争奪、三河湾グランプリ。うん、はい、いよいよレースがスタートします。すごいナイターレースってかっこいいですね。じゃあ僕らの予想を、そう予想を見せようか。はい、はい、どん。第10レース。あ、もう今行ったね、丸亀。始まりましたね。丸亀行ったよ。あ、
あ、上だ。上。上ですね。はい、そうですね、上ですね。上ですね。上、ジュランド。はい、じゃあ僕、ジュランド、ジュランさんの予想は。はい。1、3、5。1、3、5。はい。1、3、5。こちら、カメラ。1、3、5です。1、3、5。はい。今から始まるガマゴールの第10レース、南波さん。1、3、5。そう。これはもうだからもうね、インコースが。強いっていうことと、うん、そうですね、はい、先ほど3号艇の選手が、確か A1 級の選手だったそうですね、はい、A1 で、5は角浜さん5は、山田さん山田隆一さん、はい、もうあの男山田にかけてほぼ多分始めました、ね、はい、スタート始まりますね、これからですか、はい、で私は C56 ということで、真田選手、山田選手、甲田選手、全部に田がついてたんで買いました。あ、そういうこと。で、満州を狙いだったんで、一応こういうちょっとつきそうな数字にしてみました。だから今上の段ですね、まあ、そうですよね、だから満州を狙いなのに俺135とかかけちゃいけないんだよ。なことないですよ。来るかもしれないですよ、もしかしたら。さあ、これ始まりましたね。スタート正常って何ですか、斉藤さん。あ、大時計の針が0を指してから1秒の間にスタートしなきゃいけないんですけど、はい、その1秒間よりも早く出てしまうとフライングってなってしまうんです、逆に出遅れると、はい、出遅れになってしまって、あのレースから除外されてしまうんですね。その選手が失格なんですか。あの、はい、除外なんですか、はい、あ、なので今のあのこのレースはスタート正常でしたよってことです。全員が走れますよ。6艇全員が今走れてるわけですね、はい、なるほど。さっきから2周目ですね、これ、はい、FC ギフのスタッフがね、こればっかりですよ、モンキーターン、モンキーターン、あー、なんか漫画があるんですよね。そうですね、ターン、今1 V ターン、V ターン、今アップになってるのがこれ今3着ですかね、3着争い、146かっていうところですかね。146、6来てる、146、じゃあ5が頑張ってくれたら5がありますね。これ最終ですか、ラストラップ。あと1周ですか。ラストですかね、はい、ちょっとなくないよ。え、1どこ行ったんですか。もう走っちゃってんじゃないですか。1は頭走ってます、ね、1は頭なんです。あ、じゃあもう無理だ。吉永は、うん、いや、こんなに差が出るんですか。そうですね、146ですね。146、誰か予想、ちょっと僕らはしてないですね、少なくともね、うん、こっちですね、45。え、1、4、これも終わりですか。これで、はい、ゴールです。1着が1号艇、2着が4号艇、3着6号艇ですね。これすごいんじゃないですか。だってこれそうですね、4と6が来たのでつきそうですね。ちょっとつくかもしれないですね、まあ、頭というか1着が1号艇なんだけど、まあ、だってね、確定と出ましたので今、はい、あ、ここにもちらっと映ってますが、確定で、これでもう滞りなくこのレースは146で決定ですよ、確定ですよ。おー、はい、面白い、はい、あ、そうですね、3連複でも2620円ついてますね。3連単になると4550円ですね。あ、なるほど。僕山田じゃなかったですね、これ買うならね、うん、吉永買ってれば。でも久世さんすごいね、名前で買ってますから。すごくない、面白い。でもでしかもこれって船券って100円から買えるんですよね。あ、そうです、100円から買うことができます。はい、今回は僕ら500円ずつ今船券購入していますけれども、うん、はい、ということは、今の、僕で言うとこちらの456と買ったものが外れ券にはなってしまいます、うん、ということですね。そうですね、はい、うんうん、これあのよく競馬とかで、はい、あの剣を投げてる人がいるじゃないですか、はい、これあのボート上でもそれは行われるんですか。ありがたいことにあのうちのお店来ていただいてるお客様は皆さんそういうことをせずに、はい、あのおとなしくこうしないよ、そういうことを、はい、やってみたい願望はあったんですけどね、バーッと、ね、うん、ってやりたかったんですね。なるほど、まあ、残念ながらガマゴリ10レースは南波さんもでも1も買ってましたもんね。まあ1は、うん、僕と南波さんの合わせ技だったらいけた。あ、そういうのなし、残念ながら。そうなんですか。残念ですね。超ワイドっていうことで。超ワイド。ダメですか。ダメです。はい、まあ、ダメですね。と、はい、ね、うん、ことは、
頭は取ったけど、はい、僕は4と6は取ったけど、はい、外れと、ね、外れということで、はい、これガマゴールの10レースにすぐ続いて高い城、この丸亀だから四国ですよね、のレース始まるんですか、はい、第10レースいけますか、もう第10レースは、まあ、あ、まだまだ後ですね、まだまだ後、はい、うん、まあ、こんな感じで、もう一つ僕らは丸亀の第10レースで買ってありますので、ではまたレースが始まったら、お伝えしていきたいなと思います、です、はい、ということで、斉藤さんはそうですね、あの僕らに教えていただいて本当にありがとうございます。いえいえ、この後も引き続き楽しませていただきますので、はい、ぜひ丸亀当てて、はいはい、丸亀10レースなんで、はい、そのちょっと11レース以降、はい、まあ、ちょっとまた相談があるんで、はい、そんなにありましたね。あ、12レースまで、12レースまであるんで、はい、10レースはちょっとあれなんで、そうですね、配信終わっても僕ら行っていいわけですそう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 、ね、個人的にちょっとお話が、はい、あるので、ぜひごゆっくり、はい、お話ください、はいはい、では配信をご覧の FC ギフサポーターの皆さんにも一言いただいてもいいですか。はい、あ、はい、養老町でボートレースの、うん、場外発売場をやってますので、はいはい、お近く通った際はぜひ、はい、足運んでいただけるとありがたいです。ありがとうございました。もうギラギラしてますからねそうですね、もうギラついてますからね、なんかも、なんかもんもんとしてますよね、やっぱそうですね、熱気が、熱気すごいですね、ありますね、はい、はい、はい、ということで、はい、はい、斉藤さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、失礼します。あ、すごい分かりやすかった、斉藤さんね、斉藤さん分かりやすい、うん、もう次から言えそうですもん、ちょっとした説明できそうですね、だってここだったら本当女の子連れてきてもさ、うん、嫌じゃない感じ、あ、そうですね、どうちょっと遊びに行こうって言われて、え、そうですね、でも結構施設がすごい綺麗なので、うんうん、ね、綺麗だよね、はい、5歳だもんだって、あ、5歳ですね、うん、5歳だから、そうですね、5歳なので来やすいと思います、5歳なので5歳だからね、そう、施設がすごい綺麗なので、綺麗だね、でその誰かと一緒だったら来やすいと思います、うん、そうね、だからせっかく養老だから天命反転地とかちょっと観光遊んで、あ、そうですね、はい、じゃあ今日ナイターレースあるでね、ボートチケットショップ養老寄ってくるっていいと思います、100円から できますしね、もうディナーが豪華になるかもしれない、あ、そうそう、でこのその後養老のね焼肉街道で焼肉食べて帰る、最高じゃないですか、お肉、そういった楽しみ方もできるんじゃないかなと思います。さあでは後ほどですね、丸亀の第10レースの発走時刻は19時45分なので、それまでですね、次のコーナーに行きたいと思います。はいはい、え、何これ次のコーナーあるの？あります。はい、もうこれだけじゃないですか？いや、もうあります。何言ってるんですか？え、なんでここに南波さんがいると思ってるんですか？え、なんか、うん、当てて帰ってねっていう、頑張って当てて帰ってね、ちょっと斉藤さん。それ配信されてるんですけどね。あ、でもね、たくさんいただいてますね。ボートレースってこんな夜にもやるんですね。面白いね。ありがとうございました。トヨンさんからこっちゃんって来てるしね。あ、トヨン君、うん、ありがとうございます。ロフさん、僕も初めて知ったナイターレースがあるんですね。モコモコさんも面白いね。ミヤスカさん、ありがとう。モコモコさん、面白かった。うん、面白かった。よかった。テムテムさん、ハルウィ、さっきのね、パオトミちゃんの。テムテムさん。ロフさんは、ガンズ君も来てほしいな。松本山間線のね。ああ、うん、あ、すごい、コバテルさんとか予想してくれてたんだ、361、弁慶太郎さんも134、え、134、弁慶太郎さん、あ、それじゃあ、あとに、もといって、134って、あ、違う、さっき僕、外したやつじゃん、あ、違う、次のレースだ、あ、そうそう、さっき146でした、そうそう、あ、びっくりした、はい、他にも、これちょっと皆さんのあれ聞いといた方が分かったんじゃないもん、あれ、でも、オッズ表も何もないですよ。だ皆さんこれ見てやってんじゃないのかな、ね、まあ、ちょっとこれも船券は買えませんけど楽しんでいただける、買ったつもりでね、うん、また こちらの、ね、施設に来ていただければ、スパチャで還元し難しいあと抹茶さんもね、競馬競輪オートとは違う魅力がボートにはある、ケントのパパさんからは、こっちゃんじゃないとさばききれないこのメンバーねそんなことないですけど、あ、アスカ TV さんも来てくれてますよ、あすかさん、先日はどうも、ありがとうございます、今シーズンもよろしくお願いします、はい、あ、春本さんも豪勢な部屋ですね、そうなんですよ、豆鉄砲さんがビップルーム、ジジケンさん全力で、全緑で、うん、皆さんの名前紹介できたかな、リュウさんもコンって言ってたけど、こんばんはかな、はるはるさんもコン、FC ギフマンさんも、サクヤさんもね、あ、
ありがとうございます。ちょっと読み漏れがあったのかもしれない。ナンバサダーのこと書いてません、ね、どこどこ。ああ、ナンバサダーのボートレース予想。すみません、なんかちょっと硬かって恥ずかしかったのなんで。次もやっぱ硬そうですね。まあまあまあ、まあ、井上さんもね、なんちゃーんといただいております、はい。はい、では続いてのコーナーに行きたいと思います。はい、続いてのコーナーは、うん、ナンバアンバサダーの、うん、何でもバサッと解説だ、うん、略してナンバサダーでございます、はい、それがあったのか今日、だから呼ばれたんですね。もちろんですよ。ただの遊びだったら、あ、呼ばれないです、配信しないです、ね、配信しない、はいはい、すみません。さあ、今回ですね、開幕戦、うん、アウェーの YSCC 横浜戦、そして、はい、ホーム開幕戦、はい、愛媛戦が行われたわけ で、はい、でこれについて南波さん独自の切り口を、はい、披露していただこうかなと思います、はいはい。まずはじゃあどうしましょう、テーマいく、うん、もういっちゃおう、はい、いっちゃおういっちゃおう、はい、テーマいきますか、うん、はい、南波さん今回の南波さんダーのテーマは何でしょうか、はい、そうですね、まあ、まず横浜戦から見ていただきたいんですけど、横浜戦、まあ、開幕戦ですね、これは奥の奥と奥の手前を使い分けるといったところで、まあ、三浦サッカー、うん、まあ、とにかく前線のフォワードをターゲットにですね、うんうん、まあ、縦に速いサッカーをしますよ、攻撃しますよという中で、このフォワードの選手の奥、うん、これがゴール側ってことですか、この最初の奥っていうのがフォワードという意味なんですね、はい、でそのフォワードの奥とフォワードの奥の手前、この2つをね、使い分けてますよというところをね、ちょっと見ていただきたいなと思います。この言葉を踏まえて、その映像をちょっと振り返っていきたいと思います、うん、はい、この日はスコアレスのドローではあったんですが、シュート数が去年こんなんあったかっていうぐらい、うん、そうですね、うん、フレイレ選手から、はい、これ後半の2分のシーンなんですけど、うん、宇多川選手のこの、これ入ってたらスーパーゴールですね。いやしかもね、昨年まで在籍していたチームへの恩返し団にもなった。そうですね、これどうやって止めてるんですかね、左足のインサイドだと思うんですけど、うん、でもフレイレ選手もこれいいね、パスを送ったと思うんですけど、これ宇多川選手がさっきの話で奥、うんうんうん、で相手のディフェンスラインの奥にボールを出してるんで、うん、これはつまり奥の奥という奥の奥、奥、しかもいいタイミングで飛び出して、はい、ね、ちゃんとそうですね、うん、はい、受けて素早いシュート、そうですね、はい、かっこいいな。で続いてのシーンです、山内選手から、はい、田中選手、同じようなコースではありますが、受けた選手がそう田中選手だったということなんですけど、聞きたかったやつ聞けました、はい、田中ジュニアの左足だったわけですが、はい、これも先ほどの説明通り奥の選手、今度は宇多川選手じゃなくて田中選手になるんですけど、うん、奥の選手が相手のディフェンスの、うん、奥で受けてる、つまり奥の奥ということになるんですね。しかも今最後に宇多川選手が詰めてたんで、うん、一点にこう自分のがポストに当たった時のようなことを想定して、はい、二の矢三の矢を飛んできてるのも、そうですね、はい、すごく良かったですよね、はい、そしてもう一つのシーンが今度はですね、奥の手前のシーンなんですけど、これ見てください、うん、はい、宇多川選手から、まあ、畑選手のシュートまで行くシーンなんですけど、はい、庄司選手からね、宇多川選手に行くんですが、今度は相手が下がったラインの奥ではなくて手前を使って、はい、で、宇多川選手が起点になってシュートまで持っていくと。要は、相手のラインの、まあ、奥の奥が一番点数が取れる、はい、一本のパスで一番手間をかけずに取れる。うん、この、黄色いところですね、47分の黄色い場所、それから49分の、うん、黄色い場所、うん、ここに1本のパスが通れば、うん、一番効率がよく点が取れるわけですよね、うん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 、これが奥の奥です、はいはい、でそれからその下の26分の前半26分のシーンはですね、今度は相手ラインが下がるので、うん、その手前のところにボールを落として、はい、まあ、一つ手間をかけましょうと、うん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 、いうことなんですけど、まあ、それは相手のこう下がる相手のディフェンスの位置を見てですね、うん、今度は手前を使うといったところで、ここが、まあ、匠ポイントと、うんうんうん、ね、藤谷匠選手がね、はいはい、まさかこれに使われると思わない写真を、うん、そうですね、これはきっと、はい、のど飴のパッケージだと思う。ああ、そうですね、はい、ね、なるほど、はい、ここで使われました、はい、しかもこの26分の奥の手前のところなんですけども、うんうん、これも相手のディフェンス陣が4人一応いるけど、はい、
受け入れてるのって、まあ、実質1人そうですね、はい、に対して岐阜の選手が5人来てるんですよね、これ、はいはいはい、合計で、はいはい、こういったシーンもこの試合と愛媛戦も含めて増えてきましたね、うん、この試合、まあ、そうですね、今年はあの要は2トップの選手、はい、まあ、フォワードの選手ですねに、まあ、当てて縦に速い攻撃をしようということで、うん、はい、まあ、そこに入れば、まあ、周りの選手がもうサポートに入る、うん、まあ、なのでおのずと攻撃が入ったときはサポートを速くして人数が増えていくといったところですね。なるほど、はい、まあ、我々も最近はコロナ禍ということもあって、うん、トレーニングマッチなど見れない、うん、練習も見に行けないんですが、はいはい、南波さんはキャンプも、ね、うん、行かれてましたね、はい、そうですね、それとまあ数は少ないですが、そのキャンプとこの2試合を見た感じだと、はいはい、ここまでの立ち上げの FC ギフ今シーズン、うん、どういうふうにお感じになりますか。まあ、まずテーマを持ってですね、きちっと守って、はい、失点をまずしないと、うんうん、それから攻撃は早く相手のゴールに迫っていく、うんうん、まあ、これはキャンプの時から、行ってまして、うん、でキャンプの試合でも何試合もやったんですけど、うんうん、本当に失点が少なかった、うん、はい、でそれが、まあ、この2試合、ゼロ失点といったところで、うん、継続はされているのかなと、うん、はい、確かに練習試合でスコアが伝わったもので、うん、4試合ぐらいで1失点かなんかでしたね。そうですね、はいはい、でしたよね、はい、じゃそのままの形で来れてる。そうですね、はい、あとなんかラインが綺麗に見えますよね、うん、今シーズン、うん、上から見ると本当こう442なんでしょうけど、はい、もう本当にね、綺麗なラインでコントロール。そうですね、まあ、やはりそこは、うん、三浦サッカーの、うん、真骨頂である、うん、まあ、統率を取れた、うん、ディフェンスラインで、それからチームとして、コンパクトにしてですね、うんうん、縦も左右も、うん、動く、うんうん、はい、まあ、それがきちっとできてるんじゃないかなというふうに思いますね、はい、そして、まあ、開幕から新加入の選手が、はい、まあ、メンバーの大半は占めていますが、はい、逆に言うと、はい、ね、在籍の長い選手が、うんうん、まあ、柏木選手などが、うんうん、まだ出ていないのにこういう仕上がりっていうのは、うんうん、上積みしかなさそうですね。まあ、そうですね、うん、はい、まあ、ね、経験あるベテランが入ってきて、うんうん、彼らは決して、うん、ここでね、元日本代表だなんて言うつもりは全くなくてですね、うん、ここでもう一肌、うん、上げようというつもりで来てますし、うん、それに対して若手がいやいや、うんうん、若い力でいくよという中で、やっぱりそのチームの中でですね、うん、争いが、うん、きちっとした争いがあるわけですよね、うん、まあ、こういうのが、うん、そうですね、すごいこういうのはやっぱりチームが強くなるにはあたって必要なことなのかなというふうに思いますね、うん、そしてダブル山内ですよ、トピックとしては、はいはいはい、もう新加入選手の、はい、今年唯一の大卒ルーキー、うん、山内晃選手と、うん、山内博文選手、うん、そうですね、右の、ね、サイドバックというか後ろやってますもんね。そうですね、結構ですね、フォワードの選手がサイドバックをやるっていうのは、うん、珍しい話ではなくてですね、きちっと 守るというのが、まあ、ゴールを守るというのが、うん、三浦サッカーなんですけど、うん、でそこから攻撃するときに、まあ、さっきも言ったようにフォワードに入ると全員が攻撃に移りますから、うん、でその時に、特に山内選手ですね、うん、後ろからのオーバーラップであったりとか、うん、押し上げであったりとか、うん、まあ、こういうのが、必要になるのかなと思いますので、うん、まあ、結構いいこうポジションでのプレーできてるんじゃないかなというふうに思いますね。面白そうですね。で今シーズン34試合と、ね、はい、ちょっと増えてきたところ、はい、ただ面白いことに、ね、大体やっぱり1試合平均2ポイント以上の勝ち点を取っていくっていうのが目安になるんですね、うんうん、そうですね、はい、そうすると、まあ、34×2、68×70、うん、超えていきたいなと、ね、うん、まあ、そうですね、はい、うん、5敗できないぐらいですか。できないですね。4敗、うん、そうですね、うん、4敗ぐらいですね。二十数勝引き分けで4敗、そうですね、はい、うん、が、まあ、優勝という、うん、そうですね、ラインになってくるであろうという今シーズンです、はいはいはい、まずは開幕からの2試合のうち、うん、アウェーの YSCC 横浜戦について南波さんのナンバサダー解説をしていただきました、はいはい、じゃあ一回何ポイントですか。あ、何ポイントですか。何ポイントやってた。何ポイントいく。匠ポイントしか見てない。そうですね、はい、まあ、そこはどうでもよかったんですけど、何ポイントいきましょう。はい、
何ポイント、これ匠ポイント、はい、はい、何ポイント、じゃあここから何ポイントいきますよ、はい、はい、この、まあ、先ほど見ていただいたシーンの奥の奥でこのウドカ選手のこのトラップ、すげえ、後方から来るボールをですね、うん、まあ、ワントラップしてシュートに持っていくんですが、うん、この見てください、トラップしてもう次の足を、うん、もう次のタッチで足を振ってるわけですよ、これ見てください、うん、はい、はい、そうですね、はい、これね、ボールが点点点と流れてシュートじゃなくてワンステップで打ってるんですよね、うん、これ自分の置きたいところにボールを置いてる本当に難しいシーンだと思うんですけど、うん、しかも力強いシュートだったんで、はい、力点を作用するところにちゃんとボールを置けてる、そうですね、すげえな、だこれが入ってれば、うん、多分スーパーゴールだったですよね、はい、週間ベストゴールとか、うんうん、いけますよね、そうですね、あ、南波さんもね、ちょっと得意でしょうね、トラップ不得意だったから、はい、トラップめんどくせえからシュートしようと思って、あれ多分僕だったらトラップしないとシュートって、しかもヘディングいってます、いやでも本当何ポイント、タクミポイントそれぞれにやっぱりその選手の良さ、はい、チームの良さというのが見られた、はい、はい、YSCC 横浜戦でした、うん、あ、お、勝手に応援チャンネル来てるわ、お、金子豊、うん、654満州狙いな、どのレース、次、次のことじゃない、次かな、僕さっきね456でね外したの、さっきパトロフさんすごいって、何かに感動していただいて、うん、だだすごい、あ、すごいシュート、すごいシュー ト、あ、本当だね、うんうん、で、フォワードも、うん、たくさんいるじゃないですか、うんうんうん、南波さん、なんか好きなタイプのフォワードとかっています、いや、僕だからウドカ選手大好きですよ、あの身体能力を生かしたスピードで相手の背後を狙っていく、うん、で、さっきの 奥の手前見てもらいましたけど、うんうん、この奥の奥が無理だと思ったら奥の手前に切り替えて、うんうん、ああやってポストプレーもできますから、うんうん、彼は非常に今後楽しみな選手の一人だなというふうに見てますね、うん、あと去年YSCC 横浜に行った時よりなんかすごい大きくなった感じ、なんか ね、 ね、いやでもね、それはね、今年 AC ギルの選手はみんな大きくなったイメージがありますね、それはあのキャンプ行って一番最初に言ったのがそれだったんですよ、うんうんうん、でこれはやっぱりそのあの何ですか、特別なトレーニングをしてるわけじゃなくて、あの姿勢を正す、はあ、肩甲骨と骨盤の位置を正常に戻すだけで、あの人間体大きくなるんですよ、へなんだよなんだよ、なんだよ、南波さんだけになんだよって、ダジャレ好きなんですよ、琴美さん、ダジャレが好きで、今日琴美はそれを言いに今日来たの、これ、いや違います、ちゃんとしっかりこの FC ギフタイムでボートレース養老さんと、うん、あの開幕、ね、2試合のことを伝えに来ました、うんうん、あ、そうなの、開幕2試合のことを伝えに来たの、来てません、ごめんなさいそういうことじゃなくて、ごめんなさい、え、長文読んでくれてたあ、そう、伝えに来ました、ね、あの、時節とかダジャレ言いに来たのかな、ダジャレ言いに来てないですよ、そんな、そんなふざけたことしないです、カズーちゃんやるもんで、うん、名作もあるもんね、あ、そうこんにちくわの望遠鏡とかあれとか、え、すげえな、うん、私的に名作で、なんかあの、その時のツイートで普段あんまりリプライが来ない方から、うん、何件か来て、うん、面白いよって、面白いよって、で家族も笑ってくれたんですよ、クスッって、うん、でなんか想像してください、ちくわが望遠鏡なんですよ、うん、見れるし食べれるしみたいな、うん、どうですか、どうですかいや家族ここに来たら真っ先に、ね、あの水の中に、うん、沈めようかな、ちくわでこう小1時間説教してちくわですかねでも楽しいご家族なんですね、はい、あ、楽しいです、ね、とても愉快な、にちくわの望遠鏡と思いますはい、さあ時刻は19時44分ということで、もう間もなくですね、出走ですか、はい、丸亀の第10レースが見られそうなので、はい、改めてじゃあ僕たちの予想を、ね、はいはい、下の段になります。僕が134、134、はい、今度はちょっと固めに変えました。さっきは C56 だったんですが、134ということは A1、A1、A2 ですね。そうです。今井さん、須藤さん、はい、深川さん、はい、深川に5年間住んでたんで東京の、ああ深川を、そうでした、はい、そうですね。名前は分かりました。南波さんは、はい、僕も手堅く、はい。136、うんうんうん、はい、
ちょっとは僕ら1、3が来なかった時点で終わるわけですね、これ。そう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 。うん、そうそうそう。でもなんかそのね、さっきの斉藤さんの話だったら A1 がどうとかって言ってましたよね、クラスが。うん、さっきは来なかったけどね。そういや、そうですね。まあ、でいろいろあるから面白いと思いますが、はい。あ、そうそうそう。はい、はい、はい。あ、初めて顔を見ます、我々。うん。1、3。あ、3番かっこいいですね、須藤さん。3番かっこいい、ね、これだいぶ、これ、イサロで焼いてますね。これ、ヘディング強そうですね。イサロ。ご覧のように、今度はガマ氷ではなく丸亀の競艇場です、はい。ナイトレースということで、非常にね、水面に照明がキラキラして、綺麗ですね。いいですね。いいですね。あと、このボートレースチケットショップ養老も、カンナ入ってすぐに実際にこのボートが展示してあって、はいね、はい、初めて見た。見ました、すごいですね。うん、どうだったことみちゃん。え、なんか意外と小さいなっていうの思いました。で中がなんかボートね、あ、うん、そうですそうです。で中もなんか普通にクッションとか座るところもなくて結構硬そうだね、うん、こんだけ揺れてたら結構ね痛いだろうね、うんうん、座ってる場合じゃないからねこの人たちは、うんうん、あ、まあそうですね、座ってる場合じゃないの。ちなみに視聴者の方からの予想が来ました。みんな予想してる。もこもこさんが124、124、はい、もこもこさん124。おお、なんか124来そうだな。本当？そして名言太郎さんが246、246、うん、南波さんが136でしたっけ。136買ってましたもんね、うんうん、こんだけ 4個も予想あったら1個当たるんじゃないですか。そねえ、うまいっすか。いや、当たるでしょ。だから136当たってほしいな、うん、136当たったらこれ何、みんなに今日なんか視聴者プレゼントをいけるわけでしょ。これグレードアップ、あのヨウタンのキーホルダー、うん、今ひとみちゃんがちょうど見せてくれてます。これヨウタンです。あ、それ何、ギッフィンの友達。あ、そうです、お友達、タヌキの妖精さん。何が乗ってんの。柿、柿が乗ってる。あ、柿で、ひょうたんを前につけてますね、はい、さあ、いよいよスタートの行こうタイミング。こんなにあれなんですね、ばらけたスタートっていうか、後ろの方からガーッと来る人と、ね、今ようやくだいたい横一線の、これ正常じゃないですか。だからさっきね、斉藤さんほら正常、正常だわ、ね、これあのうちの4バックみたいですね、今季。あ、本当にそう、ねね、これはね、ラインコントロールできてます。今4番深川がちょっと、深川がふかしてましたね、ちょっとね。1号艇がやっぱ花を切ってる。さっきと同じ展開です、ね、須藤5 1 5 2。え、ちょっと3幕ってましたね。須藤3かっこいいですね。3かっこいいですね。膨らみましたけど、なんか水上の格闘技でよく来たよこれ。13、はい、来た。3抜けましたね、これね。来たよ。135ですか。135 5? あ、さっき言った。うわ、これあと2周ですね。6は6はですね、6全然じゃん。6って青色でしたっけ。何でしたっけ。6今のところちょっと見当たらないですね。サチタ、ちょっとまたいやいや、なんかサダ縦長というか、そっち石田、石田石田さん、あ、1早い、石田さん、いや、石田さん来たよ。来た、石田さん来たよ、ほら6どこにいます。あ、あの緑、あ、緑です。あ、だいぶ後ろでしたね、今ね。さあ、やっぱ今井さん強えんだ。1号艇今井さん、はい、このハンドルさばきね。これラストですよね、もうね。うわー、すれすれ。1、3、5のまま。うわ、ただ2もちょっと今来てますが、4と6がちょっと苦しいかっていうところですね。いや、うわー、面白いなこれ。やっぱりこれ今日は僕らからボートレースチケットショップだけど、うんうん、競艇場はわーってなってるんですかね。なってるでしょ。もう今もうチケット投げる準備してるでしょ、みんな。さあ、最後ですよ。最後の直線、1着は1号艇、そして3号艇、そして5ですか、はい、そのままでしたね、うん、はい、ということで、見事に僕と南波さんの間行きましたね。1、3、6、4、南波さん1、3、6というこれ、うん、これだからちょっと斉藤さん呼んでさ。そうですね、なんとかならないかな。誰もうなんかスタッフで買ってる人がいて当てちゃったよってやつですね。ということは、ヨウタンのキーホルダー視聴者プレゼントに来るってことですね。そうでしょ、はい、やってます。 1、3、5、さ、
開始いたします。いや、3年プックやってる。3年プック。じゃあ、当たり船券はちょっと。いくら買ってたんですか、それ。見てください。1000円。な、いくつついた ?1、3、5、服。5倍だと5000円になるじゃん。5000円。いっと。はい。じゃあ、今日の視聴者プレゼントがレートアップしました。スタッフさん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。でも、あれですよ。久世さん。はい。スタッフもプレゼントするってことは、久世さん。あ、その話します久世さん。やっぱ、南波さんは生放送に強いですけど。ここまで行って黙ってられないんで。実は僕はこの配信前に一回買ってみようということで、全然選手も知らない、競艇も知らないか初めて買った、はい、出走表を見たら、名前がね、大西っていう選手と宮本っていう選手がいたんですよ。6人知り合い、知り合い全然知らないですけど、ただ大西といえば亮太郎、宮本といえば浩太、はい、でそれで買ったんですよ、さっき1000円。これ当たりまして、私、実はすごっ、はい、人生初の名前で買ったすごい FC ギフ船券が当たっております。じゃあ僕もキーホルダー一つじゃあ買わせてください。はい、ぜひ、はい、すげえ、ありがとうございます。はい、じゃあ2つキーホルダーで、なんとさ、ゆとみちゃん、はい、見て、こんな素人みたいな連中が5、6人のうち2人も当てるんですよ、たった2回のレース。確かにすごい確率です。楽しくないポートレース。楽しい。いやでもなんか俺外れたの楽しくない。一番詳しかった。だってこれ見て、136って書いてある。こっちは上だと136だった。ちょっと斉藤さん呼んで。どうにかならない。斉藤さん悪くない。はい、どうにかならない。ぜひ皆さんもね、360日開催しているということで、ポートレースチケットショップ養老をお尋ねいただきたいと思います。はい、じゃあここで行きますか、愛媛戦。はい、行きましょう。先ほど横浜戦見ました、 YSCC 横浜戦に続いて、ホーム開幕戦となりました、愛媛戦を振り返っていきたいと思います、はい。こちらはさっきテーマが奥の奥と奥の手前ですが、はい、今度はテーマ何にしましょうか。そうですね、今度はですね、はい、高市からの守備、はいはい、これ結構キーポイントだと思います。そうですね、では映像の方も見ていきましょう、はい。まあ、なんつってもまず結果が 3-0 の快勝だったというのはいいですね。そうですね、まあ、ホーム開幕戦でしたから、うん、でその中でやっぱ見ておきたいのは、なんでこういう勝ち方ができたのかというんですよね、はいはい、匠ポイント早速出ています。そうですね、匠ポイントきましたよ。これ3点目もう後半一番しんどい時期な時間帯なんですけど、この畑選手がですね、うん、もう相手のボール猛チャージかけて、うん、ここで奪い切るんですね、うん、一人で点取っちゃう。いやー、しかもこの後エンブレムをね握りしめてゴール裏にガーッと吠える姿燃えましたね、はい、ここです、匠ポイント。はい、おう、もう見てください、一人で点取っちゃう。本当ですね、はい、これは一人ですけども、うん、他のシーンでも前高い位置で奪いに来るとこあったじゃないですか、はいはいはい、すごい今年決め事ありそうですよね、うん、まずその三浦サッカーの、うん、なんですかテーマというかね、うん、が攻撃でも守備でも主導権を握るなんですよ。でディフェンスの時、守備の時に主導権どうやって握るの、うんうん、って皆さん思うかもしれないんですけど、実はこういうことなんですよ、うん、まあ、相手がボール持つ、うん、とにかく速い高い位置から、うん、速いタイミングで、うん、ボールを奪いに行って、うんうん、マイボールにする、うん、はい、要は相手の好きなようにはやらせない、うん、でそのシーンが今の愛媛戦の82分のシーンなんですよね、うん、でこう高い位置でボールを取りに行くのがフォワードだけだったら、うん、はい、抜かれたらこう剥がされたら終わりじゃないですか、はいはいはい、来てるんですよね次が。そうなんです、うん、はい、これでかいなと思います、ね、まあ、なのでチームとしてみんなが高い位置から奪いに行く、うん、まあ、こういうことがですね、うん、まあ、指導 して約2ヶ月の間にもう、うん、体に染み付いてるわけですよね。これ匠ポイントであり、うん、何ポイントもあるんですよね。何ポイントもあるんです。じゃあ何ポイントいきましょうか。はい、何ポイントは、はい、この同じシーン、そう、同じシーンなんですけど、うん、このキーパーと1対1になって、はい、体をね左右に動かしてるんです。ここです、ここです。なるほど。でここですね、細かく、うん、ステップ踏んでるんですね。でこれによってキーパーは抜かれるんじゃないか、それともどっちかにシュート打たれるんじゃないか、まあ、これでですね相手の体勢が崩れるわけです。ここですね、はい、結果裏取ってるんですね、はい、右足で止めたそうな動きでしたね、はい、最後左出しますけど、で
こう入れたところは、ね、あのそんなコースがいいわけでもないんですよ、うん、ちょうど真ん中ら辺なんですけど、うん、やっぱりこうやってシュート打つ前にフェイントを細かく2個3個入れることによってより確実に得点が決めれるというと、ここはね、だからあの時間帯ですよ、うん、で畑選手1点取ってます、うん、であそこでこういう判断ができるっていうのはすごい難しいポイントなんじゃないかなと、うんうん、畑さんって僕すごい大ベテランかと思ってたらまだ若いんですよね、畑選手ね。そうですね、そこそこ、ね、うん、そこそこですね、はい、ただその中堅若手ベテランがもう融合していく象徴にもなるかなと思いますし、うん、まあ、あとさっきも言ったようにでも今シーズンやっぱ目標高いじゃないですか、はい、優勝したい、はい、復帰したい、昇格したいなので、はいはい、ここからあえてですよ、中さん、うん、この2試合を見て、うん、もうちょいこうなるといいなとか、うん、こういったところが良くなると強いぞっていうポイントってありますかね。そうですね、うん、あのまあ、その試合を重ねていくごとにこのチームの結束力だったりとか、まあ、こういうのはね、あのキャンプの時からやってきてるんですけど、やっぱりその公式戦を重ねていく中で結束力っていうのが高まってくるんですね、うんうん、でさっき久手さんもおっしゃってましたけど、じゃあこの公式戦を2試合やりました、で3試合4試合となるごとに、じゃあもっと前からディフェンス行ったら後ろちゃんとついてこようね、うん、で、それに伴って後ろの最終ライン、きちっと揃えて押し上げようね、コンパクトにしようね、で今度守るときはディフェンスも下がるけどフォワードも下がろうね、コンパクトにしようね、で前からチェイシングしようね、まあこうやってチームの結束力っていうのは強まっていくんですね。なのでまだチームとしては仕上がりとしてはまだまだ下の、うんうん、そうですね、60% ぐらいですかね。楽しいっすね、それ。だからこれ残り 40% を、どん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 上げていって、うん、最後の11月に 100% に持っていくと、うん、で、シャレをかけるそういうことですね、はい、あ、楽しみがまだまだたくさんありますね、はい、シュートを15本、ね、打って、うん、でもスコアレスだったけど内容が良かった、うん、開幕戦、はい、そして3対0で完勝、ただシュートがちょっと少なくなったけども、はい、うん、決め切った愛媛戦、ね、はい、どちらもプラスに捉えて、南波さんがずっと言ってます、こうみんなで気持ちよくなっていくことで、うん、ムードがどんどん良くなる、そうですね、宇賀神さんも言ってましたもんね、はい、勝者のメンタリティ、うん、みんなで身につけていきましょう、はい、はい、以上徹底解説、何でもバサッと解決だと、はい、はい、南波さんのコーナーでした、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあということで、お付き合いいただきました、はい、今日の2022年、うん、最初の FC ギフ TV ですが、最後プレゼントの紹介です、はい、まずはボートレースチケットショップ養老様のご協賛で、FC ギフグッズ7名の皆さんにプレゼントです、うん、まずは、はい、琴美ちゃんが持ってます、はい、ビーガタオルマフラーこちらです。すごい、すごくないですか、うん、ちょっと、はい、ありがとうございます、うん、これはなんかすごいなんか分厚い、なんかちょっといい素材、はい、何これ、うん、そうですね、見たことない素材、なんか結構絨毯っぽいよね、絨毯っぽいね、カーテンとか、うんうん、あとピアノにかかってそうじゃないですか、ピアノにいやちょっとうちグランドピアノなんでこんなんかかってないけど、あ、本当ですか、うん、うちピアニカしかないんでわかんないですけど、あと15周年のね、あのエンブレムも入って、あ、非常にかっこいい、そういうことね、かっこいいね、はい、鳥取線からの新商品ということになります、ほう、そしてメッシュキャップ、ベースボールシャツ、4色タオルマフラー、うん、縦型ボディバッグ、うん、スポーツタオル、のど飴2個セット、うん、そして、船券が当たったので、うん、羊羹キーホルダー、うん、8個ってことですね、じゃあ都合、あ、で1個ずつなので、はい、キーホルダー2個、キーホルダー2個で合計9と9個、9点、9名のボタン当たるってこと、すごい、ちょっと今日高確率ですね、うん、はい、先ほど的中した船券を使ってさらにボートレースチケットショップ養老のマスコットキャラクター、うん、羊羹のキーホルダー2つ追加で9名の皆さんにプレゼントです、はいはい、抽選応募の締め切りなんですが今日です、3月22日火曜日23時59分日付が変わるまでにキーワードを明記の上お名前、住所、電話番号そしてこの配信の番組の感想を添えてお申し込みください、うん、商品のお渡しは郵送です、景品商品は選べません、ご了承ください、お問い合わせもできません、うん、さあそれではことみちゃんにじゃあ今日はキーワード決めてもらおうかな、はい、はい、いきます、うん、ずんずんちゃんずんずんちゃん船券岐阜券満州券ふぅなげえなー船券岐阜券、うん、
満州県の。OK。富良県、岐阜県、満州県。はい。皆さん覚えましたか。満州県の字は。字は満の船、簡単な方の船の県、チケットの県ですね。はい。富良県、岐阜県、満州県。はい。まあ最悪カタカナでもいいですけど。これあの該当者がいなければそのあのどうなるんですか、グッズは。グッズはこれ覚えられるかな、みんな。覚えられると思います、ね。覚えられるみんな。あのワード。船券、岐阜県、満州県。船券の漢字が、漢字もその簡単な船、はい、船券で、普通に岐阜県、うん、で船津さんじゃない方の船、ね、そうですね、あの片方だけの簡単なやつ、ね、簡単な。そして南波さん、琴美さん、ごめんなさい、はい、ちょっと放送終了前に、おすげえ、ケンカノさんから5000円のスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。アウェイ沼津戦も圧倒したいねと、うんうん、そうです。いや本当ですね、ちょっと天気がなんとも良くなってほしいと。ケンカノさん、ありがとうございます。ありがとうございます。これ絶対裏でスタッフが連絡したでしょ。そして続いて豆鉄砲さんからも、豆鉄砲さんからも2000円初勝利のお祝いと次節勝利の前祝い、前祝いですということでいただきました。ありがとうございます。すげえ。いやびっくりした、これすごい。じゃ色が違うんですね。なんかこれは11レース12レース買えそうですね、これでね。いやありがとうございます。買えませんよ。はい、ありがとうございます。平日のね、こういった時間で難しい中、はい、そうですね、生配信ね、いただいて、本当ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、今日もプレゼントたくさんありますので、うん、先ほどの、ね、応募要項に沿って、どんどんご応募いただきたいと思います。はい。はい、ではですね、待ってますっていう。はい、ごめんなさい。待ってます。応募って。はい。じゃあこれで終わりになりますが、一言ずつもらってみましょうか、せっかくなので。じゃあ、ことみさんから、はい、ファン、サポーターの皆さんも、一言。はい、改めましてトリプル G の琴美です。開幕戦もあの無事、本開幕戦も勝利で終われて、トリプル G としても無事5期のスタートが切れたので、うん、このまま FC 岐阜もトリプル G もいい波に乗って1年間シーズン終わりたいなと思っています、うん、なのでトリプル G の応援も、うん、FC 岐阜の応援もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いいスタート切れたの、トリプル G。あ、切れました。あ、そう。結構今までとは違う曲が新曲で出たんですけど、みんな結構練習も重ねてきて、間違えるやついなかった。間違えるやつは、はい、いたんかい。絶対呼んだでしょ。ナンバさん、絶対トリプル G もまだ 60% なんです。これからそうですね、もうちょっと伸びしろしかないので、トリプル G も FC ギフト一緒ですって、うん、でもなんかね、あの後あの女子トイレの裏に呼んでボコボコにしてたじゃん。そんなこと言わないでください。伸びしろ絶対やってないですから、本当に。そんなことしないです。あ、そのさなかですね、はい、ありがとうございます。宮松香さんが書いてくれた船県、岐阜県、満州県、これです。あ、はい、始まってますね。キーワードよく、ちょうどよいよい子さんからキーワードよく、ほらほら来てるやん、ほら。だから俺も絶対ミヤスコさん、ありがとうございます。絶対これ応募者ゼロだったわ、これ危な。そんな分かんなかったですか。これでもメールとかで人に教えるのはなしですからね、はい、視聴者の皆さんで応募いただければと思います。はい、中さんも一言。はい、そうですね、はい、今日僕のレースは外したんですけど、でも次は運動家選手、田中選手、そしてヘニケ選手、多分外さないと思うんで、しっかりね、ゴールを決めて、勝ってくれると思いますんで、ぜひね、アウェイの方にもね、はい、足を運んで、まあ、近いんでね、うん、応援していただけたらなというふうに思います。はい、はい、でまだまだ僕もまだまだこれからね、僕だから今日 2% ぐらいしかまだ力出してない。今日で 2%、 だってビップルームであちらに一般のお客さんいっぱいいる。そう、ごめんなさいね、そう、すいません、ちょっとうるさかった。だから 2% ぐらい、うん、次はあと 98% 上乗せ。そうです、はい、今シーズンもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で僕がここ数シーズンで初めてまだ開幕戦に行けてないので、うん、何があったのかちょっと後で気になる。隠すことじゃない、うん、FM ギフトの20周年だったんですよ。それも大事じゃないですか。大事ですね。でちょっとまだスタジアム行けてないんですが、鳥取戦では行きますので、ぜひ皆さん一緒にまた連勝を伸ばしてね、4連勝5連勝伸ばせばチーム記録になりますから。そうですね、はい、はい、一緒に戦っていきましょう。はい、はい、ということで、今日は平日のこの時間、うん、ご飯時にお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。 FC ギフタイム、これにて終了とさせていただきます。はい、バイバイ、はい。